エリック・オーランド・ヤングは、アメリカ合衆国ニュージャージン州ミドルセックス軍、ニューブランズウィック出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウト右ミギ現在は、MLB のアトランタ・ブレイブスの一塁コーチを務める。息子のエリック・ヤング・ジュニアも2009年に、コロラド・ロッキーズで、メジャーデビューを果たしている。1989年の MLB ドラフト43巡目で、 ロサンゼルスドジャースから指名され、プロ入り。1990年は A 級ベロビーチドジャースで出塁率384と76盗塁。1991年は A 級サンアントニオミッションズで出塁率373と70盗塁を記録した。1992年7月30日にメジャーデビュー。オフの11月17日に行われた。 拡張ドラフトで翌1993年より発足するコロラドロッキーズへ移籍した。1996年には打率324、53盗塁を記録、シルバースラッガー賞と盗塁王を獲得する。その後、様々なチームを渡り歩き、2006年限りで現役を引退した。2012年7月14日2007年から3年間は、 ESPN のアナリストとして活動した後、2011年から2年間はアリゾナダイヤモンドバックス、2014年から3年間はロッキーズでそれぞれ一類コーチを務めた。2018年シーズンからはアトランタブレーブスの一類コーチを務める。2020年シーズンは7月に新型コロナウイルスへの懸念からシーズン不参加を表明した。 2021年シーズンからは一塁コーチに復帰する。身長 173cm と小柄ながら、シュアなバッティングと足の速さが売りで、通算1731アンダー465盗塁を記録した。ありがとうございます。